じゃあ、2人の、まあ、今までここまでね、まあ、お二人はもう迷宮から入って大活躍したんだけど、なんかどっかでこう分岐点があったりそういうところって立つわ、うん、まあ、自分はまずやっぱりスタートが星野さんっていう厳しい監督だったんですけども、うん、今振り返ってもよく1年目から使ってくれましたよね、うん、確かにね、まあ、そこがもう何よりも一番のスタートで、うん、やっぱり早くレベルの高いところに放り込んでもらったので、うん、まあ、怪我はしましたけども、まあ、うまくいったのかなと、まあ、いうところですかね。それはもうキャンプからもうずっと一軍、一軍です、ずっと一軍ですね。で、まあ、自分もプロ入る前は、まあ、3年ぐらいでなんとか一軍という一応目標は立てていたんですけども、うんうん、あれよあれよと開幕からスタメンで使ってもらって、うん、でそこがスタートですから。ただやっぱり自分と当時中村さんってキャッチャーが同級生ですから、ね、考えてみたらオールスター休みまで1回も休みなかったですよ、2人。うん、あ、休日なしですか。なし。あで怒ら、まあ、中村さんなんか特にもう本当によく怒られてでもあの怒ったら必ず使ってくれたよね。あ、うん、もういらん、もう2号落とすとか言うんですけども、次の日は必ずチャンスをくれたっていうのが星野監督で、まあ、だからあれだけ怒られてもなんとか頑張らないとっていう、やっぱ初めの指導者が厳しかったことが、まあ、分岐点というよりも、もうあと誰が来ても大丈夫みたいなね。でも、まあ、PL 時代もまあまあ厳しかったでしょ。 PL も厳しかったですね、いろんな意味、はい、PL は先輩が厳しいの、監督が厳しいの。先輩ですね、上下関係とか寮生活ですか。うん、やっぱりこの敷地の中から一歩も出れなかったっていうのが、やっぱり多分他の、まあ、ね、高校もたくさん厳しいところあると思うんですけども、家帰ればまだその間って気が抜けますよね、うん、まあ、そういうところなかったので、うん、多分ベンチャーが厳しかったかな。県ギル商業、県ギル商業はあの公立で通いでしたから。いやいや、もうやっぱり寮で休まる、気持ちが休まらないのが辛いですよね。まあ当時、まあ俺が桑田清原の一つ上なのね、はいはいはい、だからこの辺の厳しさを、まあ、よくあの今来る人とかにもいろいろ聞いてて、はい、まあ大変だったんだなっていうのはすごい。桑田さんがね、よく怒られたみたいですね。でちょうどなあのその PL の話 で桑田が、大先輩に1年生の時でみんなあのカーブ行きますとかこう やってたらしいんだけど、じゃ桑田が1年の分際でやってたらしいよね。でそれやってピッチング終わった後に疲れちゃったあの野郎お前の同級生なんだあれ。でもあのそのカーブですって思い出したんですけど、あの1回、まあ、ちょうどデイちゃんもいたかな、初日に斉藤というねサイドスローの社会人からピッチャー入ってくるんですよ。で大体2クール目ぐらいですかね、ぐらいからあのシードバッティングというか、うん、あのフリーバッティングピッチャー投げますよ、はいはいはい、でそのルーキーの子があのバッター谷繁ですよ、うん、大ベテラン、うん、1球目シュート行きますってシュート行きますって案の定投げたらこの辺に来てボワーッとこうなったんですよね、うんうんうん、それ怒りますよね。知ってる、知り合いだったのかな。で後でロッカー言われて、ね、舐めてんのか。普通気使ってね、うん、あのインコース抜けないようにアウトコース投げるのが普通、シュート行けます。いや、まあ大したもんですよね。大したもん。逆にね、でも野球はね、いろんな面白い話やって、はい、もう いろいろあるんだけど、ベンちゃんは、はい、ベンちゃんどう、分岐点、まあ、簡単に言ったら僕はもうやっぱりコンバートですよね、キャッチャーから外野手への、はい、で、まあ当時井原さんが監督に就任する秋のキャンプが始まるって時に、まあ、あの初日なんでキャッチャーミット持ってこう息を言うとこうキャンプ始まるな、きついなぁなと思いながら行った時に、もうキャッチャーミット OK って言われて、もう外野手井原さんに、井原さんにキャンプ初日に、あの秋のキャンプ、あの秋のキャンプあるじゃないですか、うん、の初日にミット持ってたら、もうキャンプ、うん、あのミットがいらないって、うん、来年から外野だって、有無も言わせず、うん、鬼軍曹ですから、うん、で結局そのまま外野手になったことが、まあ、ある意味こう打つことで2000本までいけたので、多分キャッチャーやってたら、
まあ、クビになったかなと思いますが。でその時外野行けって言われてベンチはどう思ったの？いや、まあ、あのキャッチャーでやりたかったんですけど、結構みんなピッチャーやって自分のポジションに行ってるじゃないですか。僕ピッチャー1回もやったことがなくて、キャッチャーしかやったことないんですよ。だからずっと野球やってきたのはキャッチャーしかなかったんで、キャッチャー以外やる感覚は全くなかったんですよね。だから30歳から外野手なのか移れるのかなっていうのもありましたし、30から外野、30ぐらいからですね。で2000も打ったんだ。そうですね。すごいな。そうなんですね。もうだからもうほとんどクビになるかもっていうところだったんで、まあもう受け入れるしかないですよ。逆を言うと、まあダメだったらもうさよならっていう選手になったんで、ギリギリ踏みとどまったみたいな。でその次の外野に回った次の年はもうレギュラーとして出してくれた。レギュラーとしてでずっと出してくれました。でそこでいきなり打ったんだ。そこでそうですね、ずっと打てちゃったんですね。何番打ってたの？その時5番打ったんですね。4番誰？カブレラ。4番は当時カブレラ、あ、そうですね、カブレラです。カブレラの後の5番でしんどかったですか？しんどかったです。1回カブレラが絶好調だったんですね、札幌ドーム初回、いきなり初回に敬遠だったんですよ。うわ、初回から敬遠かよと思って、で僕は打てなかったんですね。でそれが5打席連続敬遠なんですよ、カブレラ。で僕はゴタゴしました。気ぃ使って、最悪なのは多分ノー、あ、2アウト1、2塁かなんかで、それでも敬遠しました。で2アウト満塁になって、僕はまた打てない。成功だすね。それは5敬遠で5タコです。きつー。だカブレラの後ろ結構きつかったです。いや、いい4番の後の5番はしんどいよね。しんどかったです。どこどこ回ってくるもん、ね、待って、その5タコは聞きましたね。まあ、俺の話で恐縮なんだけど、俺さ、1年目一軍のキャンプ連れてもらって、最初はで途中落とされて、でその時に新井さんって先輩、はい、PM の、はい、PM の新井さん、法政の先輩でもある、はい、で新井さんに、なかなかお前ボール見て打ってるだろうっていうアドバイスっていうか、はいっつって、ボールを見るのももちろん大事だけど、ボールを見て打つんじゃなくて、まず自分から打ちに行け。最初全然意味わかんなくて、そしたらなんとなく感覚で掴んで、なんか急に打てるようになって、あ、なるほど、俺全部結局受けてた、受けすぎてたっていう。なるほど、意味としてはですね、なんとなく意味で打ってしまうみたいな、自分からまず、打ちに行った中でボールだからやめる。あ、なるほどと思って、そしたらあのプロのボールにも対応できるぞって言われて、そっからガラッと変わって、多分ずっと こんな打ち方してたんだよね。だってなんか全然こう無駄な動きなくね、チョンって打つのね、新井さんって。あんま後ろを見たら、結構あれです。僕は基本的にやっぱ後ろ大きい方がいいと思うんですけど、人によってはやっぱちっちゃい方がいいっていう人もいるじゃないですか。あれトップの位置が深い浅いってどうなんでしょうね。正解がわからないんですけど。俺は大きく取れって言っちゃう。やっぱ弓は飛ばすときはもう大きいわ。絶対大きいは飛ぶよね。強く打てるよね。俺よく言ってたのが、あのトップ小さいと猫パンチだって言って、プロの世界で猫パンチって言って、いくらこんな体でかくてスイングスピードありそうでも猫パンチ絶対飛ばねえからって。変化球も空振りする、まっすぐ詰まる、全然距離取れてないから、俺は距離取る方がいいと思うんだけど、でも なんだかんだ言ってみんな取ってるよね。ちゃんと打ってる人は小さい方がいいとか言いながらでも、なんか打つ瞬間にはちゃんとこの辺にピッとあると思うんだけどね。お二人に来ていただいて、楽しい話をまだ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 出てきそうなんですけど、まあ、この辺にということで、終わりたいと思います。それで今回ね、お二人が着ている、T シャツにサインしていただいて、視聴者の方に、プレゼントという形になってます。で詳細は、概要欄を見ていただきたいと思います。では、はい、あ、辰巳さんなんか最後に、そうなんですよ、さっきあのこの練習でも使った内田販売システムのパワースラッガーネオという、まあ、自分もちょっとこれいろいろとアドバイスをさせてもらったんですけども、これを1名様にプレゼントすごいするということで、はい、ぜひ1回試してもらいたいなと思います。そしてレンちゃんが
子供に1本欲しいという、ね、欲しいんです。いいですか、まあ、本来ならね、買ってもらいたいんですけど今回は特別に、いいですか、あ、特別にいいですか、好きな色を、あ、はい、ありがとうございます、子供にやらせます、はい、ぜひ。ヘッドを感じるんですか、ね、ヘッドがちょっと遅れる感じでインパクトから先でなるようですね、あ、うん、ぜひあの皆さんも、試してほしいと思います。それでは、はい、ね、今回、我々また立浪と、ね、ゲストで出させてもらったんですけども、これからも、たくさんのプロ野球 OB の方が参加、してくれると思いますので、これからもこの番組そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。